島津久里は、江戸時代前期から、中期の薩摩藩士。都の城氏領主である、都の城島津家18代当主。明暦3年、薩摩藩2代藩主、島津光久の八王として生まれる。漢文10年、実刑の都の城島津家17代当主、忠だ長が刑事なく26歳で創生したため、島津宗家の命により、都の城島津家を創続することとなった。 宮城島津家の15代久名を、16代久安、及び17代、忠長の3代の当主は、いずれも、島津宗家からの養子であったが、北郷家の娘をめとっていた。これに対し、ひさりの妻は、エーリキン領主、エーリキン、よりの娘である。北郷家の血統を継ぐ男系として、12代当主、北郷忠安の諸子久常がいたにもかかわらず、 島津宗家から養子が送り込まれたということは、島津宗家により北豪家に代わって新たに、都の城島津家が創設されたという見方もある。上京2年、加労の川上久高に命じ、関の滝の上流の岩山を掘り抜く、南高寺の末、灌溉用の南全用水路を完成させた。元禄十五年、家督を長男の久志流に譲り隠居し、幸運と合した。 強法12年71歳で死去した、竜ミネデラに葬られた。ありがとうございます。